チュニスのアラブ諸国放送連合本部、ビルアラブ諸国放送連合は反アラブ主義に基づく、アラブ連盟加盟諸国の公共及び民間、放送局の連合組織。1969年2月に、スーダンのハルツームにて、放送コンテンツ制作開発の向上のため、アラブ諸国の放送局間の協力強化を目的に、創設された。アスブーは、技術、 コンサルティング、研修業務、ラジオテレビにおけるニュースやスポーツその他の番組の総合提供などを実施している。さらに、スポーツ大会や番組コンテンツ放送権の共同購買による会員局の便宜向上などを目指している。本部は現在、チュニジアのチュニスに置かれている、世界放送連合の構成員である。聖会員局は、アスブにおける、 アラブ連盟加盟国の各国代表として任命されたラジオテレビ放送局組織。基本的に国立、または政府所有、運営の公共放送局組織。巡回委員局は全体もしくは部分的にアラブ地域各国に関連するラジオテレビ放送局組織が含まれる。これらは公共、民放もしくはその合弁であるかにかかわらず、 アラブ系資金により運営されており、アラブ情報行動規範に従い運営されている。巡回委員局になるには、総会にて75%の同意を得なければならない。協力局は、総会にて75%の同意を得られれば、加盟できる。国際的協力を基盤としたアラブ地域以外の放送局組織も含まれる。ありがとうございます。